パープルーム TV。 それってでも東京にもあるじゃん、ニューヨークに対する東京とかさ、わかんない、ね、フランスボナールに対する安堵とかいろいろあって、そうだね、っていう人たちもいれば、なんかもうちょっとこう、それいろんな、やっぱり宮崎にもこうクラスターがいて、まあ、だけどやっぱりプレイヤーが少なすぎるから、結構少しやると熊本現代美術館という展示ができたりとか、まあ、そういうところから、まあ、だけどやっぱり そのグループ展とかのステートメントとかを読むと、なんかやっぱり東京と違って、まあ、そういったインフラや、まあ、ギャラリーやそういうものは少ないけれども面白い人もいるみたいな、それしか書いてない、あのコンセプトが、悩ましいでしょ。だから、かつての九州派っていうのはさ、やっぱりね、その東京とか中央っていうものをさ、もっと批判的に見てて、ね、東京の近未来展示なんてけしからんみたいな、もう解散だみたいなさ、そういう感じではやっぱなかったですね。そういう人もいるのかもしれないけど、俺が見た感じはいなかったですね。で結構、パープルームの活動を追ってる人も結構いて、パープルーム TV も見てると。で、あ、本当に動画と同じですねとか言われて、そりゃそうだろうなみたいな、そりゃそうだ。だから九州の宮崎って A 級の生誕の地で、宮崎県立美術館には A 級の作品が900点以上あったり、A 級の部屋みたいなのもあって、常設でいつ行っても見れるみたいな。で、その辺の人たちの家にも A 級が割とあると。普通に。お家に？お家に。前の代の人が買ってくる。とか、そうそうそう。あと、うちらの同世代の人も半額ぐらい持ってて、俺持ってるっすみたいな感じで見せられたりとか、これいくらで買ったんですか？ 50 万ぐらいですねみたいな。結構、でも、まあ安いよね、A 級だったら。そういう感じだったりとか、いや、宮崎でなんかするのもいいのかもなって、ちょっと。宮崎永久とかも一緒に、ちょっとやっぱコロナ禍でね、ずっと最近パーギャラの展示しかできなかったですからな、まあ、ちょっとできなかったもんね。パープルタウンとかをさ、コロナ禍でやったらさ、半貫しか買わないよ ね、 家に招いてけしからんじゃん。だからパプセンとかが ねそういう、なんて言うんでしょうね、展示ができるないままに、パプセンができたらコロナ禍になったもんね。かぶってるもんね、完全に。バッチリかぶってるよね。バッチリかぶってる。うちだってそういうのをするために近くに住んでるもんね。しょうがないけどね。やったらやったら本当に炎上するからな、きっと。パープルタウン店のこととか考えながら。体験してたのにね。そうだよね、完璧だったのにね、ここの庭に彫刻を受けるね、庭、山本健介さんかなみたいなね、だからまあでもコロナ禍もそろそろまあもうちょっとしたら開けるのかもしれないよね。でもニューデルタ株とかいうらしい、でもだんだんこう新しいのが出るための衝撃度が下がってきてるね、みんなこう、だんだん、確かに全然もう大丈夫じゃんみたいな人もいれば、まあでも松田豊店もね、あの、今、ちょっとやっぱり今始まったけど、ちょっと遠くからも来ないでくださいみたいなモードらしい。イベント中止みたいな。遠くから来ないでくださいってモード、いや、どっちかっていうとそういうモードみたいな。やばい。行ってもいいんだけど、まあ、できれば県内の人でお願いします。だけどそれ、まあでもそれは本当にそう思ってるかっていうよりかは、県立美術館ってこうね、公務員だからさ、上から多分さ、そういう雰囲気出してこいみたいな、出せみたいなことなんだと思うんだけど、せっかくの生誕100年なのに、生誕100年より盛り下がってますよね、オミクロンで。消滅って。ちょっと行きたいよね、みんなで。行きたいね。ちょっと我々にとっても特別な作家ですからね、松田豊さんは。みたいな感じで。
むむ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 常設展、あ、そうだ、あどうぞどうぞ。常設展さんがもうすぐ開催されます。あら、なんだそれは。それはパープルームのメンバーが出品、新作を出品する展覧会。ちょっと違うくないですか、シエ様。新作の展示ですか。新作じゃないか。100円ヒーロー。あ、やーだ。え、私の100円でしょ、ね、それ。そうだよ。ここは誰のお部屋ですか。でも、滞納してたんだもんね。確かに。滞納代だ。滞納のあれじゃない。利子だ、利子。いやいや、しょうがない。しょうがない。安藤さん、なんだっけ、単に常設展、単に新作発表会ではないと思う。あ、ではない。ちょっと待ってね。そんなものではないと思う。常設展1、そもそも常設展1、2が、去年の緊急事態宣言期間中に行われていて、で、今は緊急事態宣言は出ていないけれども、やっぱりコロナ禍が長引いたっていうことで、マンボウ出てる。マンボウが出てる。ヤンボウ。ヤンボウ。マンボウ。え、それ知ってるんですか？知らない。なんで知ってる？え、どういうこと？え、東海のやつじゃないんですか、ヤンボウは。え、前から山形でもやってたよ。あ、そうなの。知らない。また話がそれた。車社会のとこしか知らないのかな。あ、そうかもね。で、意外とコロナ禍も長引いていて、そっちなのか、そうじゃない、あ、そうだ、みんな、みんな、みんな、ちょっと、あらも、ちょっと待って、だしやだ、それは。それ、ここはシエさんから説明していただきたい。あ、いなくなった。あら、あ、ちょっと、どこ行くの？大事にしてね。大事にして。上がった。どうしてそっち行っちゃうのよ。いやーって言ったね。あ、見てる。常設展の説明して。あきお願い。常設展？へえ。知らない点なんかあるみたいな。常設展。え、コロナ禍でゲストが呼べないから開催するんじゃないの？そうなのかな。梅さんが、久しぶりにみんな集まったからとりあえず展示しますか。え、そんな感じ？そういう感じ。あ、本当は現れてるよ。本当はワキとアラの個展のはずだったけど、二人ともできなさそうだから、調子を整えるために。なんでそんなしょぼいしょぼい裏話ばっかり。そうだ、どうさ、やめろコロコロするの。やめてください。なんでやるの。どんどんしょぼい。誰も行きたくないよね、そんな展示。そんな、あの、なんだっけ、さっきツイートしてたの、コレクターの話して、ちょっと。コレクターでその話いい感じで。え、だから、うん。ありがとうございます。コレクターが自分の持ってる作品を見せてくださいよって言ったら、いや、僕の持ってる作品なんて、そんな、ねえ、そんな大したことないっすよって言ってたっていう情報を聞いて、誰から？コレクターからね。コレクターから。うん、で、その人が前、パープルームギャラリー来た時も、なんでそういうことになるの？そういう具体性を自分的に増さないで、その、具体性。本当に
どうかと思いますよね、いろいろと。なんかさ、そういう話の抽象度っていうものがさ、考えてほしい。なんか急に具体性を帯びたりさ、ぼやぼやしてたりとかさ。最初から話すね。じゃあ、待って。信じられないな。だから、その、だから自分、そのコレクターで、あるコレクターが、いや、なんか別にその個別のコレクターがどうこうっていう、そういう話じゃないと思うんだよね、私は。いや。そうだね、今何を言いますか、ね、ちょっと待って。だから、なんでその話になったの？調節点。なんでだと思う？姉さんがまたこの悪空間の間に挟まって嫌だみたいな顔してないで。これが現状なんだから。だから、うん、だから簡単に言うと、うん、安藤さんが緊急事態宣言に開いたのが1と2で、今もマンボウだから3、もしくはみんな久しぶりに集まったからやる以上ですっていう言いそうになったから、ちょっと待ってくれ。そんなんじゃないんだ。それではないんだっていうことを私が思い、ね、で、安藤さんがすごく最近、直近、ね、憤られておられた、あのツイートの中にも、今回の常設性に通ずる問題が見え隠れしているのではないかと。私は、これ間違いですか？間違ってます、私。違ってないですよね。そうです。あ、そういう面わかりました。ある、多大にあるよね。コロナ禍のそう多大にアートバブルに一石を投じるっていうこと。だからその辺のね、その辺のそこをちゃんと読んでいただかないと。あとなんかいじらせ。ワキ新しいの出してるよ、ワキが。そうよ。古いやつ取ったんだから。ね。え？でここでシエさんに振ると逃げられちゃうから、なんだこれ。マキさん。なんかやだ。ちょっと待って。コレクターさんの、はい、コレクターさんのものじゃないぞってこと？作品はコレクターさん、コレクター違うの、まあ、作品はコレクターの承認欲求を満たすための道具ではないぞってこと？なんでこっち見て言うの？なんで俺に見て、俺に見ながら言うの？さっき人否定してきたから否定じゃないよ。計画ないよ。かわしてるけどするよねこれ。ねせいさん。もう一回言って。え、ちょっと待って、これは私が悪かった、今。ちょっと悪かった。どこが悪かった？ちょっと悪かった。何が悪かった？あ、これ言わせたから。でもさ、それぐらいは突破するかなと思ったんだよね。絡まってましたね。なんか、網に絡まってました。1個目の小石に激突してくるとした。なんか、もう、ちょっと行くかなと、少しこう行くかと、ドーン。ってなって誰も触りたくなくなっちゃったっていうのが今の状況。でも秋はなんかツンツンツンとかしに行ってるっていう状況。おいアンコロ大丈夫か。一緒に登ろう。一緒に登ろう。ね、作品はコレクターのものじゃないよね。違うね。いや、違わないんだけど、いや、すみません。使い方の問題は、私に、何かしてきてって言ったから嫌だった。そうよ。だから、これなんかさ、やっぱりこう、あれじゃないですか。力を合わせて、こういう紹介していきたくない？だから、私がツイートしたのは、うん、自分たちの作品を、コミュニケーションツールにされたくないってこと。あら、伊勢ちゃん、ほら、信念がないってこと？ほら、ほらそこ、あんま綺麗じゃないよ。ごめんね。え、なんかどういうこと？何を言わせたいの？
何を痩せたいわけでもないんだけど、話がこう何個か出て広がると思ったんだよね、うん、こう展覧会のこう形状っていうものをこういろんな方向からさ、それの一個だったわけ。だから安藤さんはコロナ禍の緊急事態宣言とマンボウに集約しちゃったんだよ。その後みんなが集まったから同窓会的にやろうっていうふうに言ったんだよね。うん、そんなことなのかっていう話だ。だからすごい安藤さんの考えてることをそのまま展覧会の、ね、挨拶文とかに持ってくるとやばいね。宮崎です。すごい単純なものになる。それはいかんじゃないですか。うん、いけなくて、やっぱり展覧会の動機って一つじゃないじゃん。複数走ってて、それが絡み合って、一つのものになってることが多い。そうじゃないこともあるけど、そういうことが多いという話を僕聞いたことがあって、昔。なるほど。で、そうなのかなって余計なお世話かもしれない。しーちゃんが説明すると、私の今回常設展の、私がなんで常設展をやろうと思ったかっていうと、あれですね、パープルーマン何なのかってこうずっと考えたんですよ最近。悲しい話。いや悲しくないよ。だって白線もこう今揺らいでるしね。だからこう梅津さんが半年ぐらいいなかった時とか、うん、大変だったコロナ禍でこうパープルームギャラリーしかを運営することがこうパープルームのそれで精一杯だったんだけど、まあね、それ以上でかい展示してるできなかったもんね。そうできなかった、うん、そういった中でこう、うん、コロナ禍だし外に出ることもないし、うんうんうん、こう家でずっと考えてたわけですよ、一人で。一人、やばい、一人だけどね。アンコロに相談しても仕方がないし、いや、そんなこと言ったら脇本に相談しても仕方がないと私は思っていた。悲しい話になってきたよ、これ。別に悲しくないよ。なんだよ。相談しても仕方がないのは。ほらほら、見ましたか？言っちゃダメでしょ？これちょっとテロップ大きくそうだ、ちょっと、本当にもう、諦めるなよここもなの？ここも。だからじゃない。結構渾身なんですよ。そうよ。今回の常設展、私はね、うん、知らないけど、アンコロと、バキと、この2人通常知りませんけど、こういろんな思いがあるんです。パープルームっていうのが何なのかって考えることと、美術っていうのは何なのかとか、作品を描くこととか、作品を売ることとか、コロナ禍だからこうもうちょっとこう外部じゃなくて自分に立ち返っていろいろ考えました。そのなんか破片みたいな作品を作って、今回、まあ、今回そうですよね、うん、まあ本当に。まあそれだけじゃないけど、そういう話がいっぱい出てくるかと思った。そう。まあ、去年も結構自己言及的な展示が続きましたからな。うん、その、ね、パープルームの呼び声とか、うん、あとなんだ、港さんの展示もさ、半分は相模原墓場なわけでさ。常設展も2回去年。ダーティーポレンも半分常設展みたいなものもね。うん、あと、シエさんの個展だもんね。っていう、まあ、パープルって本来もうちょっと外部との接続してやっていくものだったけど、うん、まあね、こんな緊急事態宣言からなんかゲスト呼んで、わーみたいな、ちょっと できなかったっていうか、まあ誰もやってないですからね、うん、他の人たちも、うん。だからパープルームって多分ギャラリーがあったからまだむしろやれることがあったっていうか、うん、とも言えるんだけど、まあそれなりに考えますよな、この活動の意味はとかさ、これってどう続いていくのかとか。だから今回の常設展3っていうのは、常設展1、2とはちょっと違い、うん、コロナ禍っていう部分もあるんだけど、そこは若干薄まってるね。うん、
世間もさ、うん、そんな危機的なものだと思ったら、じゃあ今回のマンボウ、うん、でも確かにコロナの影響ってめっちゃあって、なんだけどもうちょっとこう、うん、パープルーム的な実存の展覧会なんじゃないですかね。実存っていうかこうその意義っていうか、うん、っていうものを問い直す、まあただ自分に問い直すだけだと、まあアトリエでやればいいんだけど、うん、それを展覧会ってのは公にさ、こう、こういうことじゃん、内側のものをこう見せるっていう、うん、なるほど、うん、私は、うん、そのパープルームっていうものの意義とかを考えるまでもなく意義あるじゃんと思ってるから、うん、そう気づかなかったのかもしれない。そう、それは安藤さんのパープルーム原理主義だから、うん、まあでもいいわけ別にそれ、うん、パープルームっていうのは意外とではない、みんな違う方向を見ているけれども、なんとか成り立ってきたっていう寄り状態っていうところの、それがパープルームだったんだけれども、だからなかなかあれだよね、その普通一つのね、こう目標に向かってやっていくのが、うん、まあ、チンポムとかも多分そうじゃん、わかんないけど、うん、まあアランとかもね、まあ、違う方向を見てるよね。作美術ですか、メリットないっすねっていうのが今のアランだけど、うん、まあだからそういうそれぞれの違う意味の今をの切断面を持ち寄って見せることで、それは一つの展覧会として成立し得るのか、し得るのか、まあ一見するんだろうけどね、展覧会っていうのは、そういうなんか作品が並んでれば、だけどそういうことでもなく、本当の意味で作品とか展覧会っていうのはどうすることで成立するのかっていうところを多分こう考えた展示だとは思うんですよね、うんうん、そういう意味ではすごく、まあ人からどう見えるかちょっとわかんないけど、わかんない、まあこう少なくともコレクターさんに向けて、俺たちの新作です、めっちゃいいねみたいな話でもないじゃん、ではない、めちゃ酔いが連発する展覧会ではないじゃん、うん、し、なんか一つのコンセプトに基づいたコンセプチュアルアートみたいなものでもないじゃん、かといって社会のなんかのね問題や何かをこう、ね、ネズミちゃんの展示でもないし、うん、なんかの社会問題の展示でもないじゃん、うん、そうなんですね、そういった微妙な際を言ってる展覧会なんですよ、かといってこう作るって最高みたいにさ、なんか自分を見つめ合ってれば、自分を見つめ直せば OK みたいなことでもないな、うん、ね、その辺の結構美術の持っている政治性の部分と内的な世界のと、まあ、こうもう本当に際を行ったり来たりしながらかろうじてこうできているような展覧会だと私は認識していると、うん、結構繊細な展覧会なんだと思う、今回そう切実すぎて小裸に、まあでもそれも、まあ、その切実さの度合いとかさ、それぞれの辛さってものも結構グラデーションがあって、安藤さんは全く辛くない、うんうん、で脇さんは割と調子がいい、むしろ作家としてみたいな、うん、固定も控えてるしね、多分脇は調子がいいで、アランは美術っすか、おもんないですね、興味ないですねっていう感じだ、うんうん、で私もまあなんていうのかな、まああれじゃん、去年とかポリネーターとかいろいろだったりとか、どっちかっていうとソロ活動が多かったりとかして、うん、だからまあ割とこうそれぞれのあれだよね、あの捉えている今後とか今とかがちょっと微妙にそれぞれずれているところが、うん、なかなか見どころなのかなと。私はガンガン行こうぜ状態、うん、分かってるよ、それは大丈夫、あのそれは誰も聞い、あのそれはいつもだろうって話で、まあでも、まあ、それはいいことでも悪いことでもなくて、なんていうのかな、まあ、でもね、なんか俺はそれ珍しいことだなって思うんだよね、なんかそんなに違う熱量とモチベーションの人たちが、こんなにまあ、普通2週間とかで終わってもいいもんだ、どうもじゃなかった。この年単位っていうかさ、結構長い間持続してて、パープルームは概念になりましたとかすぐ言わないっていうかさ、うん、だからこうさ、なんていうのかな、パープルームがあることによって生まれるストレスと、いい部分と、まあ、いろいろ、清濁合わせ飲んでるわけじゃないですか、我々は。そこがですね、
他にはあんまりないですよね。なんで私の話つまんない？つまんないよ。そうだよね。ごめんなさい。私ばっかり喋ってるよ。ええ話やね。そうだね。まあでもそういうふうに思うと、まあでもあれだよね。俺が思うに、もう我々自身が楽しいか楽しくないかっていうよりかは、何？これこそ本当に観客に向けてる？観客っていうのは、これこれてんの誰とかじゃなく、もっと抽象的な意味での観客に向けて、うん、まあ、やってるのかなって気はしてて、うん、ある一面から見ると結構面白い状態なのかなと。僕たち自身は今辛いけど。なんか、調子いいぜっていうのを見てさ、面白いかっていうとさ、そうでもなかったりするじゃん。うん、そうなんだ。売れてますね、みたいな。みたいな。なくて今なんていうのかな、形を保ちつつも崩壊しつつある肉は腐りかけが美味しいみたいな問題と問題っていうか、それそういうところでもあって、そういう状態ってさ、腐りそうな肉ってさ、俺今いいコンディションと思ってないと思うんだよね。うん、腐るだけど焼くと美味しかったりして、よかった熟成肉状態。そうね。だけど熟成しすぎると腐るからね。うん、本当に食べ頃はいつかっていうね。食べるっていうのは作品を買うことでもないんですよね。うん、味わい。いろんなね、状態の人がいると。食べられても消化に時間かかるかもしれないですね。あら、いいことね。まあ、で脇さんは調子いいですね、今。いっぱい寝たりしてるけど。なんかはい。噛み合ってきてるね、今。なんか噛み合ってきてる、最近。ただ、めっちゃ寝てるけどね。めちゃくちゃ寝てるけど、でもまあ、なんていうのかな。めちゃくちゃ寝てる。こう、これまでの2年の脇さんとかを振り返ってみると、今一番いい時期だ。まあ、確かに。知らないけど。なぜか、好調なのが脇本。なぜ好調なのかがよくわからないけど、コロナ禍で、バイトとかもね、あの、ジョナサン潰れたりとか、うん、朝6時にバイト行かなきゃいけなくなったりとか、結構、それ、最初から比べたら辛いじゃん。だって、もともと夜勤が楽でさ、ジョナサン良かったのにさ、はい、朝の6時に声になってるわけじゃん。そんなのさ、苦行じゃん。普通に考えたら。みんなできないよね、それ。みんなできない。うん。だけど、なぜか、脇本さんはそれを。遅刻しますけど。全然いいと思うよ。うん、遅刻はデフォルトだろ、脇の、うん。そんなことないよ。そんなことないよね。3分前ぐらいに着く。わ、うん、かんないけど、なんかそのサイクルが合ってるのかもしれないね、今の脇さんの制作と。うん、合ってるのかも。かもしれないよね。もしかしたら、夜勤の時よりも。うん。でも絶対夜勤の方が楽だし、時給も高かったわけだ。まあ、そうなんですけど。ね、だけど、なんか合ってるのかもね。なんかその6時に行って。かもしれない。動き出す前の相模原の街が見えるわけじゃない。通勤通学の暗い中第一軍がさ、うん、ちょっといるわけでしょ、うん、でまだ本格的な出勤通学の時間じゃないじゃん、6時って。そうそう、なんかそれって結構なんていうのかな、いいものなのかもね、うん、っていうのも俺もなんかその介護のバイトしてる時にさ、結構その時間働いてたからさ、うん、なんかわかるっていうかさ、うん、街がさ動き始める直前、立ち上がる感じで、こう立ち上がる感じがね、ありますよね。空気が美味しい。あ、そうね。美味しいの？ちょっと美味しい。うん。まだ排気ガスが少ないもんね。砂が舞い上がってない。砂ない方がいいよ、相模原。ん？それはそうよ。でも、生きてくる。うん、常設展が終わると、巻本個展があったりするから、はい、何ヶ月越しですかね、本当は6月、去年の6月にやりたいって言ってたのが、はい、多分去年の春で、ちょっと絶対に1年経っちゃった、アランさんより先にやりたいっていう感じでライバルしてたよね、アランを。絶対アランを先にしたいって言われて、わかりました、いいっすよって言って待ってて、一向に進まず、
去年の12月ぐらいにまた聞いたら、うん、店内は無理かもって言われたよ。で、1月にも聞いたら、うん、1月末には食い込みたいって言ってて、今日は2月1日です。うん、そうだね。いつやるの？カメラを見て。2月の後半に参りたいと思います。言っちゃった。言っちゃいました。よろしくどうぞ。あら、よろしくしちゃった。よろしくしちゃった。皆さん、あの、遠方からお越しの方もいると思うので、日程調整の方、よろしくお願いいたします。ですね、スケジュール、ね。スケジュールね、合わせていただいて。2月の末には、秋のね、ペアがね、がっちり見れると。ということで、本当に、秋をずっと待ってたな、アンプルギャラリー。普通、ギャラリーって待たないよね、展示を。知らないです、うん、かわいいね、パープル。そうよ、ね、なんかじゃあ6月ねって言われて、わかった次、秋ぐらいかな、わかった待ってる、市場でも待ってるから、悲しいかな、冬になってもいいから、ごめん、寒かったね、次12月でわかった、開けとくよ、辛抱強い、12月になってる、年内6日大丈夫大丈夫、待ってる時間も楽しいよあっていう話だよね。そうだね、かわいそう、かわいそうね、その間に発生してるのが家賃なんですよね。これ固定に関係あるの？ちょっとアンコラなんて、そういうところでこれはないよ、ないのか、潰してくるのか、ごめん、ごめん、だって脇さん、例えば外部でさ、はい、どっかの場所を押さえてさ、展示するときにこれやったらさ、終わります、終わるっていうか、単に無駄金を払って思ったりするよね、とか約束が破れず、20万払って展示できない、まあ、今そんななかなかないんだろうけどね、貸しギャラリーやるとか、はい、でもなんか俺、貸しギャラリーを見直していってもいいのかなって今思ってて、うん、なんか結局タダでやるとさ、タダより怖いものはないっていうかさ、なんか作品ね、売れた場合 50%50% とかあったりするじゃん、うん、それだったらさ、10万とかのギャラリー借りた方がさ、借りて自由にさ、コントロールした方がさ、良くないみたいなところもあったりなかったりですよね。うん、うん、安藤さんが眠そうだな。うん、眠いかもしれない。ピザ食べよう。ピザも食べます。ピザもうやってないよ。お嬢さん、ピザを食べます。0時4分になっちゃった。うん。松屋だよ。まだ来るか。もうさ、2022年だね。2022年だね。2022年だ。パープルームももうね、8年目なんだ。8年目、あ、そう、発揮生の予備校制度も、予備校生コロナ禍でフェードアウト、いや、フェードアウトじゃなくてできないでしょ、今、うん、募集はしてない、募集をしてないよね、今、そんなに積極的には、うん、いいことが起きないもんな、うん、動物園みたいになって、マキ聞いて、そういえばさ私のドローイング見てさ、コロちゃんあ、もうまたこれコルちゃんがね、私のドローイング見てね、うん、なに、なに、あ、これ、うんこって書いてあるよひどくない、ね、え、うんこって書いたの、書いてないよ、なんて書いたの、え、文字も書いてない、なんか点が、たまたま見えちゃった点が、この細かいストロークの線が、ね、この手のこのスナップが、スナップがアンコロにとやめて、アンコロちゃんが、え、うんこって書いてあるのとか言ってきて、書いてないの。もしそうやって思ってもさ、言わなくない？本当だよね。パークルームとは何かっていうことが現れてるんです、面白いね。面白いよね。そんな芸風じゃないだろ。おかしいよね。おかしい。なんか結構、
何茶化す感じじゃなくて、うん、マジで言ってた。マジで俺も聞いてたからわかるけど、なんか素朴な疑問なんですけど、みたいな。なんで書いたんですか、なんでしえちゃん、なんでですかみたいな。で、なんか、このエピソードとかもなんか公開したくないですね。ちょっと公開しなきゃいけない感じの位置にありましたね。安藤さんのところをカットしてみてください。ちょっとかわいそうです。いやもう本当にこんな状態なんです。もう分かったと思います、皆さん。今の状態。こんな感じだよね。まあでもこう、いろんな状態のパープルームをね、皆様には見ていただきたくて。こんな感じなんです。今回の展覧会はそういうエピソードも大事かも。めちゃめちゃ大事だよ。うん、あの、本展についての挨拶にもちょっとそういうことも書こうかな。それぞれね、モチベーションや。なんか言おうか迷ったんだけどさ、しーちゃんのドローイング、梅津さんの2005年のドローイング見てみよう。2005年2005年くらい。言おうか迷ったの。大したことじゃないじゃん。何それ。2005年。なんかポリネーター展の、に出てたやつ ?3 階に出てたドローイング。そんなことなくないですか、ちょっと。思い出す。並べといてじゃん。最初梅津さんのかと思ったでしょ。本当？そうか。うん、そうかな。作風が似てるっていうよりかは、なんかね、あれが似てるんだと思う。気質？違う。あのね、悩んでたんだよ、俺もその時。すごく。やめて。いや、そうで、本当にそうで、マジ思い悩んでて。いや、なんか私がうんこって言ったのは、それ言っていいのかなって思って、迷って、うんこって。どういうこと？関係なくない。アンコロの気の使い方が人とずれすぎてて、なんだろう。どうしよう、これ言っていいのが嫌なんだけど、言っていいのかな、うん、なんかそっちの方が嫌だよね。いや、それは全然言ってもいいけど。さ、そっちの方が嫌だよ。あ、そうなんだ。いや、なんかもうさ、それは最悪だよね。なんかさ、世界観がさ、もうさ、何相田誠とかの世界になって、よりもひどいよね、なんかこう。あえてとか、あえてとかじゃなくて、なんかそんなわけないだろ、みたいな。相田誠よりひどいのは。いや、相田誠はひどくなくて、あれ、あえてなわけじゃん。素でやってる。そんな人いないだろ、みたいな。そんな作家いません。なんか、それをさ、あえてじゃなくて言ってたもんね。それに、俺はびっくりした。ううしかもそれが気を使ってたっていうのにもびっくりした。気の使い方がおかしいよね。うん、いや、こんな人なんです。はい。あ、全く意味が分かんなかった。終始意味が分かりませんでした。でもよくこんな感じになるよね、安藤さんって思います。なる。うん、あ、変なこと言っちゃった。いやいやいや、いつも言ってるよ。いつも言ってる、うん、なんで急に恥ずかしそうになってるのかわかんない。はあ、まあでも、こんな感じで、あんまり元気じゃないアップルームというね、感じで聞いてないでしょうか。はい。まあでもこれで、ウェイとか言ってさ、元気な方がやばいよね。コロナ吹っ飛ばせてみたいな。イエーイみたいな。酒だ、酒だ。いや、そうじゃなくて。そう。みんなで、マンボーやだやだ、そうね、そういうんじゃないからさ。やっぱりさ、いろいろこうね。やだ。あ、やっぱりね。アランさん。アラン。アランもこういう場に誘ったら多分喜んでくるんだろう。私が言うと来ないとか言ってたじゃん。そうだよ。安藤さんが言うとちょっと来ない。やっぱり。わかんないけど。来ないよ、うんこ。やだもん。あら、もうみんな、もうちょっと仲良くしてもいいと思うんだよね。なんか慣れ合いもどうかと思うけど、なんかその要素がなさすぎない。はい。うん。うん、ね、別にいいよね。もうちょっとこうさ、特にこの3人。
コンビネーションが悪いですよ。いや変わんないよ。なんだよ。なんだよ。今日はこんな感じなんでしょうかね。生々しかったね。そうだね。やめて。やめて。そうだね。今日なんか茶番会だとかと思ったら、意外と生々しかったから。生々しかった。いや、大丈夫。それを感じてない人たちもいるから。いい回なのかもしれない、もしかしたら結構。コレクターのとこカットした方がいい？いや、全然いいと思う。だって別に、そんなとこにこびて生きてないから。うん、ここまで全然しない。あ、そうだよね。別にここも入れたら。だから安藤さんのあそこの部分だけカットして。もう、あそこは、あそこはなんかもう、絶対にカットしてあげたい、俺。安藤さんが、いや、俺ね、そういうの本当にどうかと思うよ、安藤さん。作風的に。なんか、ボナールに憧れててって言ってる作風。なんかこう、なんか違うような気がしません？だからここは、なんかボナールもクソもない感じだそれは。それを許容してるって思われたくないやつ。そうそう。ごめんなさい。そうやめます。本当に嫌だ。本当に嫌だ、安藤さん。お、1円の。1円は。じゃあそちらは秋野です。それそう。これは利子です。なんでしょうね。こちら私が拾ったんで利子です。ね。しげちゃんが来た時に落としたかもしれない。ずるい。ずるいよ。いや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 、他にも。ねわきが滞納して立て替えた時、しげちゃんは100円よりも苦しい思いをしてる、ね。いや、そういうこともいいから。そういうこともいい。100円。あら、返した。優しいね。入れとけ、このケースに。いただきます。あら何でしょうね、この、こんな空気だけどね。あ、そうなんだよね。こんな空気でこれは届けれることがあんまない。あ、そうだね。なんか TV のカメラが回るともうちょっとサービス精神がね湧いてくるけど、今日あんまり誰も湧いてないもんね。やっぱカメラが遠いのがいいのかもね。うん、でもすごいね、これ本当に電池切れないね。取れてるじゃん。取れてると思う。取れてる。これ取れてなかったらやっぱかない。いや俺本当に。取れてると思うよ。疲労感で泣くんだけどこれ。でも一時停止ボタンとか出てるから大丈夫。大丈夫。うん、大丈夫。大丈夫。数字出てなくない？なんか俺もそう思ってる。あの赤を押して。でも四角だから赤。でもさ、下のピコピコって赤い。あ、じゃあ、これが。今大丈夫ってことです。本当だ、出てるね。大丈夫ってことです。大丈夫よ。大丈夫だ。でも、なんか本当は、いつもの、もっとナチュラルだよね、でもね。カメラ回ってないと。うん、あと、シエちゃんもうちょっと喋るんだよね。カメラが回ってると、ちょっと喋んなくなるんだよね。シエちゃんはおとなしくなる。そう。そこが、あの、もうちょっと喋ってるシエちゃんを届けたい、俺は。だけど、なんか、ふるっとさ、うまい。やめてって言っていなくなる。私に振らないでっていうキャラ作りしてくる。なんで？でもさ、意地悪な時に振りますよ。なんかこう。え、それはそうよ。そう？玉突き事故させる。そうよ。だから俺はあのそれをしたいわけ。バンバン。バンバン。はい、しげちゃん。はい、しげちゃんって言って。いやだよ。いや、だからでも俺はそれをしげちゃんに全部やっていただくんじゃなくて、さらに俺はそこに乗せていこうと思ってるから。やだよ。どんどん盛り上がるかなって思ったんだけど、絶対に乗ってくれない。一緒にされては困ります。いや、一緒にならないでしょ、それ。一緒だろ。一緒にされては困るってことは一緒だって思ってるってことじゃないか。あら、なんか、すごい。なんか、どういうこと？なんとも思いませんね。あら。いいね、仲いいね。何？どうしたの？あら。じゃあ、ほんと仲いいもんね。ねえ。無理やり感じねえって初めて言われた。声が震えた。友だもんね。ね、しげちゃん、おかえり。ただいま、パーキー、ね。そういう関係だもんね。ね。でも、そういう感じだね。ま
あるよね。アンコールが入ってくるとね、ゴジラのテーマみたいなのが流れるよね。マキ、ツイートしたしてないよ。マキ、撮るよ。撮らないで。なんで、いいじゃん。そんなに言うんだったら自分でツイートしないよ。ダーン、ダーン、そこら中火事になって。なんで、そうなんだ。逆とに潜って。ちーちゃんは安藤さん。いや、虫。なんだこの人たちは。そりゃパプセンなくなるわ。なくなる。なくなる。フェックしてなくなってる。うるさいよ。うるさいよ。はい。じゃあ終わりますか。マキさん閉めてください。はい。では。常設展3お楽しみに。楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。よし。あとで。